飛びをただね、嵐入ってる可能性もあるよ。天候シャットとか。別のやつが入ってる可能性がある。さっきなんか、まもなそういうくなんかゲーね、ム天ス候タシーャットトでもす。いたからね。身もう分ゲーをムに確なん認ないっしてていうくか、だこれさすい。ごいよね、これ。マスターさんもね、夜が来ました。目を閉じてください。どれぐらいやれば学習するんだろうね。二つのアカウント使ってからピンとこないんだろうね。同じようなカタカナの三文字で。天候やらしね。まあ、前も言ったけど、天候の嵐ってその部屋を解散にさせるんで。僕のは、あれなんで、ガタガタ文句言っても、いずれ朝が来まし別た。な人入ってきたらゲームできるんで。僕はその、昨天夜候ははし誰ないもか死にら、ませんでいつしかはた。できるんですよ。いつかは。新しい人入ってきたら。2番まあいいや、ゲームしましのょうよ。プレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあ、占い師の方は、もう出方は任せますが、まあ、自分の位置までには出てきてください。はい。なんかね、もう諦めました。一周目に出てきてほしいって言っても、潜伏する人は潜伏するっていうのも分かったんで、その代わり、自分はもう、なんか、2日目に出て、芯を取った人って、1割も満たないと思ってるんで、初日、自分の位置までには使用をお願いしたいです。話はしっかり聞いていってほしくて、あとやっぱ推理をしてほしいですね。間違っててもいいけど、推理をしないと、その人が何を考えているのか分かんないから、まあ、色が見にくいと思うんで、まあ、やっぱ話をしっかり聞いて、推理していってほしいかなと思ってます。まあ、2周目リーチ上げます。それくらいです。以上。3番のプレイヤーは発言して発く言だしてさくい。ださい。はい、3番です。よろしくお願いします。まあ、2番さんに関しては、まあ、結構占い師の方を精査したい側の人なんかなっていう印象ですね。まあ、僕もまあ占い師の精査は大事だけれども、やっぱサボっちゃいけないよね。ラビット人にとって占い師っていうのは大事な役職だから、サボっちゃいけないよねっていうのは僕は思いますけどね、つくづく。まあ、2番さんが人外かどうかっていうのは現状はわからない。まあ2周目なんかツリーチあげるって結構強気な発言はされてるなとは思ってはいますけど。4番のプレイヤーは発言してください。そうですね。役についてですか。霊能は初日でいいんじゃないですか。一周目でも二周目でも。二番のように役のに言ってるのがあれだからではなくて、自由にやったらいいと思います、霊能は。ただ初日、二日目以降は人に迷惑かけてますんで。一周目二周目こだわらないし、地を守ればいいので、地は隠れるべきだと思います。平和村だけさすがに出ないとダメですよ。平和で潜伏する騎士とか何考えてんだろうっていう、西洋の話ですよ。まあ、3C はもちろんのこと。仕方なく21とかで出なきゃいけない時はあるでしょうけど。そうですね。1割にも満たないのかなっていう潜伏する人が、そんなことはないような気がするんだけど、五分五分な気がするけど、3万も、まあ、占い師は確かに大切ですけど、まあ、ちゃんと精査しなきゃいけないってことは言っておきますよ。2番3番に。5番のプレイヤーは発言してください。俺は2番と違ってて、3C を狙いでの占い師潜伏っていうのはめちゃくちゃ強いと思ってるのね。3C 用だったら3人占い師が出るじゃんね。で、3分の2で人外が釣れるわけよ、どっちにしたって。だから、3C を狙うためには占い師は潜伏の方が絶対強いと思うけどな。かな。どっちかって言ったら苦しいよ、3C 用の人外目線って。狂人っていうのは人狼か神、どっちで釣っていいか分かんないし。で、神占い師に関しても3分の2。だから、
村が3分の2で釣れるんだよ、陣内。だからめちゃくちゃ強いと思いますって感じかな。騎士は2、1番面だったら出て、2、2番面だったら潜伏が強いと思ってる、個人的には。で、3、4、4番に関しては。だから3番に1つ言えるのは、村がちゃんと頑張らないと俺も分かんない感じかな。まあそんな感じよ。2、3、4だったら、まあ色落ちてねえな。ごめんね。はい、6番のプレイヤーは発言してください。はい。5番さんの発言が一番しっくりくる。うん。いや、しっくりっていうか、分かりやすい発言だなと。で、2番さんは諦めたって言ってるんだよ。3CO っつってもみんなどうせ出るんでしょ。だから諦めたって。うん、で、仮に2番さんが、占いだった場合、もう諦めてるんだったら出るよね。で、2周目で2番さんが、やっぱり占い師でしょとか出たら2番から行きます。はい。うん、皆さんそこら辺拾ってないのかな？はい。そうです。で、そうですね。まあ、5番さんの 3CO 狙いっていうのは、あ、なるほどなって思いました。ああ、ごめん。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、7番プリティことヒッキーです。よろしくお願いいたします。直の6番さん良かったかな。私も2番さんがスタートしてて、占い師の話を結構してて、諦めたっていうのを言ってたし、何を諦めたって言ってんだろうって思ったのね。それより、その単体精査をしたいとか、なんつうかな。なんか探す意欲を感じられなかったから、まあ2番さんちょっと印象良くなく、まあ3、4番さんはそれには触れて、諦めたって言葉に対しては触れてなくって2周目かな。で、5番さんが、6番さんは印象いいって言ってたんだよね。その思考開示が良かったのかな。そうか。まあ私自身はもう場面固まった時、一人一人の単体精査して、次のターンで釣り位置を上げたいと思ってます。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。今んとこ怪しいのが7番なんだよね。で、2番さんはもう占い師がないのを自分で言ってるから、6番さん言うけど2番さんも占い師持ってないよ。だから、普通に2番さんが何も役なかったら釣りたいし、7番さんも単体精査で頑張っていきたいんだったら、あなた2周目じゃなくて今釣り位置を上げるべきだと思うよ。うん。3番さんは2番さんに対して占いを、探す側なんだみたいな発言をしてたから、そこを拾ってないのがおかしいんだよね。その前の発言でしか、2番さんの発言しか利用してないからね。で、6番さんいいなっていう考察しかの残せてない7番さん。で、2番さんは役が、なんか占い師以外の役がいるからね。役なかったらあなたも釣りますよ。以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい、2番さんに白が出ました。占い師です。そうっすね。そうっすね。うん。まあまあ、霊能者は出てほしいかなって思ってますけど。うん。グレーの精査をしますと、まあその3番さんから触れていきますと、その3番さんが2番さんに言った、精査する側っていうのはちょっと、うん、なんか、違和感でしたね。うん。なんか、それわざわざ言う必要あるのかなって思いました。で、4号、まあ一とくくりにするんですけど、5番に関してもそうなんですけど、なんか、騎士、潜伏しててくださいとか言ってる割になんか、自分騎士内の透かしてるんで、すこぶる印象悪いなって思いましたね。はい。まぁ、あ、ちょっと、時間ないんで、これくらいにしておきます。1番のプレイヤーは発言してください。はい、1番です。村人陣営です。お願いします。8番か7番が釣りたいですね。8番は2番に役がなければ釣りますって言ってるんで、なんかね、じゃあ逆に言いますけど、8番さんあなた役持ってなかったら釣りますよって僕思うんですよね。なんかそんな偉そうなこと言って、狼も探しておらず、7番が悪いって言ってる要素がある中で、なぜそこから2番が役なければ2番を釣るになるのかがわからないですね。7番さんはそもそもね、
なんか2周目、なんか釣り中いますって言ってるんですけど、なんか狼を釣るっていうよりかは村をね、探して釣りそうな発言に僕は聞こえちゃって、フィーリングでもあるけど。でも、その中でも7番の要素って、少なからず僕は、人外に利用されやすい。おは人外で言ってんのかなっていうふうに思ったんで、7番が8番でいいでしょ。あれ ?5 番って何?占い7しろ?いつでサッと打ったん?2番のプレイヤーは発言してください。あ、よかったやった。7しろ。あと、申し訳ないですけど、カリウド出てきてほしくて、6番はね、多分狼じゃないと思ってたんで、ちょっと待ってよ。七白と、七角白か。五番。ああ、五番はね、あ、ごめん。狩り出てるけど、ちょっと五の新切りでいいっす。シューパースター。ああ、じゃあ五番から釣ります。五、あ、裏に三しようか。あ、グレー積みようかな。ちょっと、八つっていい、狩り出てもらっていいっすか。八番か三番に。マジかよ。グレラン、グレラン取ります。で、5の芯を切ります。5の芯を切って、4番が7番占いかな。7番が?ん ?7 白か。6番はね、ヒヨカミと思ってるんで、6番以外でいきたいから、じゃあ1番と13ランか、ごめん。俺、大体さ、俺、占い師はね、一瞬目に出るってことを諦めたって言ってるんで、話聞いてねえな、この村と思ったんで。9と、いや、5番をね、もともと釣りたいと思ってたから、まあ、5番の芯切ります。すいません。5の芯切り、灰詰めします。はい。で、言うて、まあいいや、6も含んでいいけど、俺は6番はね、火狼と思ってます。あの、一瞬目の発言はね。はい。以上。グレランで3番のプレイヤーは発言してください。まあ進行は8番が決めれば僕はいいと思ってるけれども、理由もない状況下で、飲めるわけないよね、ブラッシュ。なんなら7黒いと思ってたから。で、6番の非狼要素もわかんないから。説明してくれたらいいけれども、6番さんの、いや、分かってるよ。分かってるけれども、普通に4、5、9から行けばよくない?俺、9番も占いないなと思ったよ。6、7、8が絶対圧倒的おかしい発言してるのに、拾わないんでしょ?だから、占い師っぽくないなと思ったから、俺が4か5に芯いると思うから、5からぶち抜くっていう選択肢はないと思ってるんだけど。2番さんだって6番さんに関しても思考おかしかったよ。これ8番が言ってたけども、2番さんが占い師やったら2番さんから行けますねっていう思考がどこが村なんですかね。だから納得いかないんで普通に釣り切りでいいと思います。はい、4番5番の話は全くなんか伏線っぽい発言はしてたとしてたかなっていうのもあるけど、まあ、わかんないね。現状はわかんないけど、まあ8番さんが2番の意識見取ってくれなんていうのは、まあ、1番さんに行きますけど、大神じゃないんで俺ね。でも1番さんもそれやったら納得せんやろ。知らんけど1番さんが何か。4番のプレイヤーは発言してください。な、今日13ですよ。1番飲めなかったら1番いきます。はい、3番の中で9番死んないでしょ。うん、じゃあ占い行くなら9か1しかないんだよ。1してもそうだよ、ちゃんと言ってね。何、潜伏であんなタイミングで出る人が死んだの、の占いで取るのないよね。で、2番の言う通り5番って芯がないんだから。占い行くなら5級しかないんだよ。はい。俺は占い師だからそれでいいです。3回1行って、別のやつ占います。
2番の視点詰めしましてあげます。はい。進路路を追わなければそれでいいんですよ、別に。うん。で、5球と勝てばいいんで。はい。うん。5番がなんか7番になんか、あれだから強靭っぽくて、9番はローっぽいんだけど、逆かもしれないけど、一応言っとく、強労生産に関しては。3番の中で9番が偽だったら、じゃあ、どこなんですか ?1 か6なんですか ?1 か6、どこが狼なんですかっていう。ちゃんとやってくださいよ。今日1、3しかないですよ。例論の言うとおり。はい。5番のプレイヤーは発言してください。いや、申し訳ないが、今日は占い師からでいいと思ってる4番とは違ってて、ましてや真の俺の占いのあれが切られてんだったらましてや。で、それを2番に確認した方がいいかな。まあ一応言っとくと、4番が人狼の時は、1、3はなさそうというか、わからんけど、4番と1番、4番って明確に1番釣りたそうにしてたから、そうなると1番ってのは結構、まあ4番が人狼だった時は結構良いと思ってて、ぶっちゃけ言うと3、4になるとは本当に思ってなくて、まあ4級の精査はついとらんけど、一つ言えるのは占い師から言った方が絶対いいと思ってる、この盤面だったら。下手にグレーを詰めたくないっすもん。かなぁ、まあ、2番に見せた方が早いと思ってるから、もう申し訳ない。ぶっちゃけちょっとびっくりしてる。で、まあ、4、1がなさそうってのと、まあ、1番が人狼じゃなくて、3番、うん、どっちかって言ったら3番行きたい。だって1番のクロスが大してないのに1番来ても変だと思ってるから、まあ、だけど占い師からでいいっすよ。うん。6番のプレイヤーは発言してください。4番さんと5番さんに言いたいんだけど、そもそも2番さんはちゃんと釣り位置5番って上げてるからね。うん、4番さんは、あの、霊能を言う通り、1、3で行こう。うん。そう。で、5番さんは3番行きたい。うん。俺も3番、狼だと思うよ。うん。そう。ラストウルフ、1番、3番、どっちか。で、1番さんに関しては、5番さんのフライング CO をしてるにもかかわらず、それに気づかず必死に考察を落としていたっていうのが、まあ、今となっては好印象となっているかな。5番さんフライングしていたもんね。3番さんなんでそれ突っ込まないの ?4 番さんも。そう。4番さんは2番さん言う通り1、3で行こうじゃないよ。2番さんはちゃんと5番、釣り地5番さんって言ってたからね。だから8番さんはちゃんと2番さんのことしっかり守ってた。あれだ、星空のプロの人って。とりあえず5番さんの色は何星空しすぎ？星空同時並行でやってる？なんか前、4番さんは1、3って明確に言ったから。5番さんは3番行きたい。霊能は。この発言をちゃんと頭に入れて、5番さんを。まあ、9番さんの発言も怪しかったよ。発言が怪しいっていうか、その占い師としての立ち振る舞いが怪しかった。そんな感じかな。一番必死だったのは1番さんっていう感じ。うん。物理的にフライングしたのは5番さん。で、この村の王者である2番さんが指定したのは、釣り地指定したのは5番さん。そう。で、5番さんから票を外したやつ、俺怪しく見るよ。7番のプレイヤーは発言してください。はい、三四王ね、三四王、難しいな。三四王は二人がいるっていうことだからさ、まあ、基本的に釣り切りって、うん、思っています。まあ、8番さんがもう騎士、ね、役で騎士で、2番さんが霊能確定してるので、まあ、まあ、2番さんが霊能で、まあ、トップの発言だったけど、騎士さん、別に LINE してか、あの、書いてもいいし、グレランなのか、占い、なのかっていうところを8番さん決めてほしい。私ね、6番さんが1周目でさ、5番さんをすごい評価上げてて、今の発言って飽きてきてるのかなとも思うんだよね、今の6番さんの発言で。13のライン、13のライン、いや難しいです。8番のプレイヤーは発言してください。うーん、2番さん、問いたいんだけどさ、グレー行くってことは進路ローがないってことだよね。進路ローありえないっていう根拠を教えてほしいんだ。俺はあなたをしか守らないから。ね。まあ、占いが噛まれたら進路ローないんじゃない？最初に発言し始めたのってグレーから行こうとした発言だから、2番さん目線で進路ローがないってちゃんと言い切れないとダメだよ。
そうじゃないと占い師から行くしかないって今日。芯が切れるから、5番の芯が切れるから。で、俺がここで指定したらそこにあの票が集まるから、俺言わないけど、俺は占い師から行くよ。俺4番さんがわざわざ進路を追う意味がわからないからね。で、9番さんの西路でしょ。俺って、俺のこの順番で、俺は1番さんに言っておくよ。俺はあなた、俺は2番さんだけを上げてないからね。ダメだな、時代についてこれない人たちがいるよな。そこはねじ曲げないでほしい。まあ、勝手にしたら、俺は1か3に投票するけど。それの発言でちゃんと拾ってほしい。俺は7番さんを怪しいんで、俺は7番さんも釣るよ、2番さんも。あなた役なかったら釣るよって言ってるんです。だから27で上げてますよ。この時点で。そこだけ言っておきますね。まあ、だからその進路論があろうがあるまいが、進路取ればいいだけだっていう、簡単な話だろうな。こっち目線。それに対して4番さんは進路論を追ってるんです。それでもグレープ。なんで俺が進路論を追ってる話になってんの？ちゃんと落としてください。進路論、全体的に話。話聞いてねえだろ、なんで進路論俺が追ってんだよ、まず。今日は絶対占いからです。ダメだな、グレーから行くやつがおかしいって言ってんだろ。占い師にしたら分かんだろ、もう出方で出方で。そうなんだ。まあ俺はね、あの占い師の内訳で言うと、5が狂人で4番が狼かなと思ってるよ。理由としては、あの、4番って、あの、グレー詰めを提唱してたんだけど、5番って占いから行きましょうって言ってたんだよね。っていうことは、なんだろう。占いから行きたがる人物って、俺、狂人だと思ってる。基本的に。なんでかっていうと、その、占いに自分自身が狂人だから。いや、俺はもう、こういう騎士がいるんだったら、もう話にならないと思う。もう、意味が分かってねえもん。もう、グレーから行ったら全部偽。うん、だから5月もう話になんねえわ。もう、こういうやつはもうダメだもん、時代遅れでも。8番って新郎郎で見てたけど、俺は新、まあ、狂郎だと思う。新京楼だったら別にこの盤面いけんだろ、9視点も。別に1、3。なんでいけねえの、まず。逆に聞きたいけど。ダメだよな。8番みたいなハンデがいるともうダメダメ。もうダメダメ。怪しい位置が、まだちょっと。この村は言ってないことまで聞いてねえし、もう6、7な聞いてねえし、8番騎士がもうマジで役立たずだし。で、村の視点で2番と合わせなきゃいけねえのに、新老路がね、もう余計なことこだわって4番釣りの流れなんだよ、この村は。俺はもう1か3にしか行かねえから。言ってたじゃん。あ、俺知らない。なんか3番自身がもしかしたら狼。俺はもう反省してほしいから、もう8番騎士だったら。こういう恥ずかしい人はもう時代遅れの。かなって。あ、俺はもう1か3しか行かない。6番の怪しい。生き残るの考えてない。2番が5を釣りましょうっていう発言をねじ曲げてたんですよね。2番って5番の芯切ってグレ詰めしましょうって言ってたと思うんですけど。なんか6番って、いや、2番さん、占い師から詰めましょうっていう発言にねじ曲げてた人物なんで、あとなんか9番の精査で立ち振る舞いが偽っぽいって意味わかんないんでね、6番さん。はい、そんな感じで、3か6のどっちかが多かったかなと思ってます。1番のプレイヤーは発言してください。はい、1番です。まあ、ラストウルフは6番か7番かなって思ってますね。はい、6番が5番に対しての言及下で、2要素が2要素になってないのと、5番が1回、5番へ行けなかった人が人外ですっていう論理が、そもそも5番の人外要素じゃないし、その人視点に立った時の人外要素じゃないから6番がおかしい。7番に関しては2周目、なんとかってほぼ考察を落とすと思ったら、なんとか、ってもう思考を落とさず、なんかもう、なんていうの、村でも、もうなんか、発言を放棄してるから、もうめっちゃ人外に見えて仕方がない。で、俺4番行くよ。あの4番で3番と1番を詰めて、で占い、ま、占いをしっかり飛ばしますとか言ってるけど、2番の視点詰めるゲームちゃうから、うん。占いを決め打ち、なおかつ、その時って占いを釣り切った時の盤面って、ほぼ村が、村の思考で落とさんとあかんから、4番絶対にせ。俺4番から行くわ。なんでこんな時代遅れのやつらばっかりいんだろうね。なんで二例の言うこと聞かないんだろうね。まあ俺は生き残りは書けないから。生き残りは書けないから。ダメだよな。役がもう協力しないで1か3って言わないし、この村は。占いに行くとか。あ、俺はね、釣られてもちゃんとやるよ。もう、わかんない、1か3。のプレイヤーが選ばれました。4番
のプレイヤーダメだよな、時代遅れで、もうこういうやつがもうこういう騎士がもうダメだよな、もうグレーから行ったやつがもう人狼狼だって言ってることはもう話になんねえんだよ、もう時間がねえんだよもうよ。そんなことやっても136の占いのあれが話聞いた瞬間にもうグレーから行くやつがおかしいっていう霊が言ってんだから、そこに乗ってやればいいだろうよ。俺してダメだよな、役文字がもう使い物になんないで、で占いの真偽もつけらんないっていう。この村はダメなんだよ、もう時代遅れすぎてよ。こういうやつがいるだけでまずダメだよな。自分のあの7番が黒いからとか。グレーから行くって進路路があろうがあるまいが別にいいだろ、別に村釣ってもよ。その村釣れないっていうよ、もうよ。昨夜死んだのは本当にいらないよな、こういうのがよ。マジでいらねえ、もう。9番。のプレイヤーは発言してください。はい、7黒でした。2番さん、4番の色って何ですか ?2 番さん、4の色を教えてください。ん？なんで腹がないこいつ。じゃあ考察始めますね。まあ一応俺3番6番で怪しんでたんですけど、死がもうダメなんだもん。グレーから行ったら新老路がないじゃないんだよ。新老路があったって別にグレー行ったっていいんだよ別に。びっくりしました、うん、霊能の指示に従えないやつの方がおかしいだろ、まずこの場面。ダメだよなもう。7番さん黒でした。7番の黒予想っていう黒予想っていうのはまあ1番さんもおっしゃってたんですけど、本当ゲームできないやつだとゲームするともうダメだよなもう。なんで僕1日目の2締め触れなかったんですけど、7番さん、その考察を落とさなかったっていうことが 黒要素なのかなって思ってますね。なんかあたふたしてたんですね、ずっと。村がもうダメなんだもん、もうまともなやつだったら1か3行きますって言うんだけど、もうダメなんだもん、もうここで例の言うことを聞かないで、このシーンが切れるからって言ってるのに聞かないんだから、もう次の日このシーン切れるから2つの占い結果が残るしてるのに。まあ、今日5から詰めてほしいですね。もし4が白だった場合。まあ、別に5なのどっちでもダメだよな。レベルが低いやつらとゲームすれば。白なんで、はい、逆にいけんだろうよ。逆にいけんだろうよ。グレーによ。普通の占い師って。邪魔だろうよ、色がよ。合級の審議に勝てばいいだけの話だろ。どういうこと？何の目的があってそういうことしてるのかわかんないけど、まあ、回しますね、1番さんに。今日5番、7番、どっちでもいいですよ。はい。4が白だったら57ローです。4が黒だったら47ローのご強人。5が強人だと77。1番のプレイヤーは発言してください。はい、1番です。どうせ黒なんやろ？うん。もう、色結果も落とさんから、もう9番新進行で7番黒出てるんやったら7番行こうや。で、7番で終わらんかったら、まあ、またその時精査。はい。7行きます。まあなんか9番が7番に黒落ちってなんか強人っぽい視点もあるんだけど、まあ色結果がないからもう釣ろうや。釣って釣って釣りまくるや。まあ4番も遺言ないからな。もう村とは置けんよ。絶対人外黒やって。まあいいや。2番さん、じゃあ色結果も教えてください。2番のプレイヤーは発言してください。話聞かないんだったら急に村に入ってこないでください。5番の新切りでグレー詰めちってるんで、あ、白なんで9つって5つって1釣り、まあ、固定してください。9つって5つって1を釣る進行を固定してください。わかりました。9をつって5つって1を釣る進行ね、負けてもいいんでその進行を守ってください。9番出現してるし5番なんてグレースケールほぼなしで、4番釣ろうって言ってる1番を釣ります。はい、9つって5つって1つの進行、1番の村でも釣ってください。はい、その進行ね。俺は5の芯を切るって言ってんだから、せめて占いから行くんだったら5を釣れよ。初めて行くと進行はどうでもいいんで、5番の芯切り進行だから、はい、詰めて釣ってるだけだから。
9を釣って5を釣って1を釣る進行ね。はい。守れよ、マジで。話聞けよ。3番のプレイヤーは発言してください。本来4番さんは白ってことですね。はい。まあ、どっからでもよかったんですよ、僕視点はね。別に1番さんでもよかったし、占いからでもよかったし。まあ、だって4番さん視点で3番1番釣る理由がまず喋られてないでしょ。ね、2番さん。ああ、2番さんの言う通り3番1番でいいんじゃないのって。どうやったら芯に見えんの？どうやったら芯に見えんの？で、5番さん。なんか一瞬目言ってましたね、5番さんね。三四王のが強いでしょっつって、潜伏のが強いでしょっつって。うん。強いんやったら別に5番視点は、まあそっか。まあ、2番から芯切りますよって言ってるから。うん。まあ、それは微妙か。でも三四郎になって自分が強いと思ってる盤面やから、なんかもっと考察伸ばせよって潜伏するならね。で、真なら思ったし。んで、9番は、なんか、これ9番真なのまあ、一旦9でいいんじゃない？一旦9行こうよ。うん。一旦9でいいんじゃない？で、まあ、5番さんが明日、6番に何色を出すかどうかで、ね、決めたらいいかなと思いますよ。はい、5番のプレイヤーは発言してください。まあ、6番に一つ言えるのは、あんた黒狙いたくねえのとは思うけどな、普通。まあ、3C への進行は8番さんが正しいよ、2番さん。ぶっちゃけ言うと、占い師が3人出てんだから、3分の2で人外が釣れるから、グレを釣る必要は絶対ない。ない、ない、ない。だってそこに初日に村釣れたらめちゃくちゃきつい盤面だから、占い師が白結果だけでしょ、うん、ま、真面目に言うよ、芯切れんだから別に釣るのが当たり前だろ。俺から釣る日はねえだろ、6目線でと思ってるけど、ぶっちゃけた話、ね、ちゃんとゲームしねえやつらとゲームすると本当にダメだよな。いちかさんすればよかったのに。進行はやめた方がいい。だからちゃんとやれないやつだとゲームすると一定レベル超えてねえと無理なんだもんな。占い釣らなきゃいけないとかよ。芯を釣るとダメなんだよ、ゲーム性で。のプレイヤーは5番を釣るしかないゲーム性だったんだよ。5番さんは9番さん行くの？9番さんさ、失言しまくりだよ、あなた。もしもし、絶対偽物でしょ、9番は。これ1番さん拾ってないの？ 9 番さんは、47ローって言ったの。47ローだったら、終わっとれないかと。終わってないか。うん。で、9番さんね、7番さんに黒ってるでしょ？で、その後に、7番は絶対に人外って言ったんだよ。これ、俺もう、2番さんに言われなくても、俺9番さんもう絶対行くって思ってた。9番釣り。9番釣り。はい。5番さんは9番さんいけないのかな。そう。で、数々の破綻発言を残している9番について、1番さんどう思ったの？全然9番さんの破綻発言について触れてないよね。そう。あ、9番さん、47ローって言った上で、叩いたんだ。俺のこと叩いたんだっけ？うん、ちょっとそこら辺覚えてないが、とりあえずね、数々の破綻発言を落としているのは9番ね。うん。5番さん結構人狼ゲーム、やり込んでそうな、ね、口調だけど、それ全然触れてないんだよな、5番さん。あれれれれ、おかしいな。9番いきます、はい。7番のプレイヤーは発言してください。はい、9番さん言ってください。9番さんね、人狼ね、私、91ローローだと思ってる。5番さんが狂人でね。はい、9偽物。はい、9人狼。9、2番さん、はい。2番さん、霊能としては、うん、ちゃんとやって仕事してるから、はい、9、5、1で釣り切ったら勝てます。はい、以上。
投票を始めてください。9番のプレイヤーが選ばれました。9番のプレイヤーは発言してください。結構やばいかなって思ってますよ。俺が47ローって言った理由は、まずそもそも2番が色気かはんないんですよね、4番の。で、俺は初日に4番が狼、5番が狂人っていう、内訳を出してるんですよ。その4番って初日グレー詰めを提唱してて、5番って占い師から行こうっていう発言をしていることから狂人かなっていう。で、俺は47ローっていうふうに落としたんですけど、6番さん。大丈夫ですか？で、6番さんね。あなた、なんかもう一個言いましたよね。その7番が人外だっていう、9番の発言が破綻しているって。いや別に人狼も人外も言葉のニュアンスなんで、なんかそういうところをつついてくるやつって何なんだろうって思いますけど。人外でも人狼でも同じじゃないですか。まあ、6番さん、あなた村なんですけど。で、2番さんもなんですけど、なんかその、これって一応、あなただけでやってるゲームじゃないんですよ。9人でやってるゲームなんですよ。で、あなたのその進行で全部従ってたら、僕たち発言する意味がないんですけど。はい。大丈夫ですか、2番さん。しかもあなたってトップでしたよね、1が。トップで、その、ランテージとかかけても、絶対人外して当てれないんですよね。だって残り8人発言残ってるんで。はい。2番さん、ちょっと何がしちゃうのかなっていうか、なんか、人狼ゲーム、やったことあるのかなっていうレベルなんですけど。だって、2番さんがそういう発言を落として、なんかもう考察もクソもなくない？その9、5、1で釣り切ってください。もう何もないですみたいな。なんかつまんないなと思いますけどね。はい。普通に47だと思ったけど、違うんですか？はい、夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜死んだのは2番3番のプレイヤーは発言してください。黒ね。結構俺6番だと思ってるんだけどな。5番が真かどうかを置いといて、5強4真9を6球とかなのかな。7番さんも結構臭いと思ってて、この1周目の6番評価は俺いただけないと思ってるんですよ。でその後の4番5番が7白でしょ。7してもうじゃあ2番さんについてきますっつって、もう9つって5つって1いきますって言ってるけど、じゃあ7番視点で1番の黒要素って何なんだろうって、7番さんには聞きたいかな。
で、9番が人狼やったときは、91オオカミ、91オオカミなのか。まあ、1番さんもな、91オオカミやったら切った方が。ええんちゃうって思うかな。6、9、5、シーン。わからん、これ。まあ、一旦 5でいいんじゃない。5番のプレイヤーは発言してください。2番さんに言ったんやけど、そう、9番さんも言ってたけど、あんた一人やってるゲームじゃないから、なんつんだろうな、別にいいんだけど、グレー詰めでも、うん、言ってる通り、初日村連れたらもう確実に占い師決め打ちになって勝てないと思ってもね、俺は。だから8番さんの進行が正しいし、まあ新ローローもあるかもしんねえし、うん、でしょ。まあ6、9ローローだし、まあ7番に一つ言えるのは、その2番とか6は絶対良くないよ、7番も確実に。7番ってもう考察一切放棄してて、9、1ローローの俺が狂人だとか言うけど、でしょ？全く見えてないと思ってるから、しょうがないと思ってる、結論から言うと。9、1ローローじゃ絶対ないっすよ、2番さんとか占ってるから分かるけど。だってそれこそライン切るでしょ、9、1ローローだったら。1番にやることって9投票で、おそらく逃げ切り値だったら。うん、まあ、6番黒出てんで、6番つってください。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。いいね、3番さん最後で5番行くって言ってるから、3番さんいいね。やっぱりね、投票結果嘘つかないね。7番投票してるのが1番と9番なんだよね。はい、おそらく5番狂人。はい、で、4番が真ですね。はい、4番が真。4番っていうのは、もう初っ端から1番投票してるんだよね。はい。素晴らしい占い師だと俺は思うね。7番さんどう思う？今回5番投票。3番さんも5番投票するんだよね。うん。そう。投票結果、1、9が7番さんに投票。ぷぷぷ！はい、5番いきます。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、5番さんに投票入れます。3番さんからね、じゃあ1の黒要素を言ってくれって言われて、で4と5から私はね、白をもらっていて、4番さんがこの状況真になるわけね。で5番さんが狂人、もう6番さんの言う通りなの。6番さんは黒をもらってる村人だから、もうしっかり精査をちゃんと落としてくれた。で1番さんは村じゃないでしょ。三仕様になった場合ってさ、ねえ、占い釣り切りなのよ。それをしてなく、ね、4、5から白をもらってる私、9の偽が、私に黒、それに乗っかってる。7黒っていうよりも、5、7で追ってるんでしょ、頭の中のイメージが。俺、狂人なんでしょ？ 5 番だろ。だから、1が村でも負けた方がいいんじゃない？疲れてきちゃった、マジで。真面目に言うよ。はい、1番のが村でやってんだったら、5、7ローローってことでしょ？じゃあ5番釣ればいいじゃんって話だよ。1番の頭の中でね。あ、まあいいや、これ。3番かもしれん。6、多分6じゃないと思うよ。いちかさん。うん。1番のプレイヤーは発言してください。いいですよ。僕、7番にしか入れないんで、6番が狼だと思ってるけど、7番にしか入れないんで、5番の芯切れる要素だったり、5番狂人の要素を全く上げておらず、5番の芯を切れる7番がそもそも人外思考でしかないし、考察もしてないから、7番にしかいかんよ。うん。まあ、2番さん、みんなに言われて当然やと思ってるし、2番が6番弾けた理由と、5番の芯切れた理由がそもそもなってないんで、だった時って2周目に落とすべきやと思ってます。はい。それで8番に、まあ、
8番がその位置でいるから8番に、まあ、相談しながらするべきやと思ってるから、はい、お疲れ様でした。はい、俺6番狼やと思ってるから、5番のシーンは全然限りなくあるなって思ってるけど、俺はもう7番にしか投票入れないんで、はい、今日も明日も変わりません。はい、7番さん、村でも頑張ってくださいね。僕はもうあなたに票ないんで。以上です。7行きまーす。投票を始めてください。5番のプレイヤーが選ばれました。5番のプレイヤーは発言してください。よくないよやっぱり、うん、どこに人狼がいるかわかんねえのにさ、その1グレ詰めて何なのって話で、ブラッツったらね、わからん、手が滑って7枚いっちゃったけど、まあ、結論から言って6番つってほしくて、うん、その7番に言うんだけど91ローロだったら、これ3番も拾ってたけど見づらいと思うよ、91ローロって露骨すぎるじゃんだって初日それで4番釣れなかったら4番って絶対1番占うでしょ、で黒出されたらもう1番って逃れられないから、7番は相当視野が狭いなと思ってるよマジで。俺1番まあ占って知ってるけど、うん、思うけどな、まあいいよ、はい。夜が来ました。ロジック面で言うと多分4番の芯切ってて9番が芯だと思ってるってことは5-7ローローだから、1番がマジにやるなら5番に2日目行かなきゃいけないっていうこと、ね、次にいきなり変わって5-6なのに7行きますって言ってるから、まあ適当にやりすぎてるけど、本当に1番村だったらやばいなっていう、まあ、普通にベタに考えれば適当にもう人狼なんだけど、何番あたりでいたら怖いなっていう、うん。うん、六黒だと思うけど七いきますわね。うん。そうだね。うん。一番の頭の中が村だったら変なんだよ。5-7ローローってイメージなはずなんだけど、2日目ね、5番に行けないのなんでなんだかとか始まるからまず、うん。昨夜は誰も死にませんでした。ただ3番とから6番だと多分ほぼ逃げ切り位置っていう。1番。残念だけど。のプレイヤーは発言してください。それはもう村全体が悪い。4釣った村が悪いんだから。内訳は4番が神、9番狂人、5狼、で3番、6番やけど、うん、初日のライン切りって言ったら、まあ結構しすぎかなって思ってるから、ここでは3番の黒は全然終えるけども、発言で6番、7番が黒いから、まあ実質わからないって感じっすね。はい。まあ、有言実行7番いきます。はい。7番さん、僕に投票していいですよ。はい。結構です。あなたの票いらないんで、はい。あなたと一緒に勝ちたいと思いませんので、はい。考察もしてない、ろくな考察もせん、5番の芯切れる要素も7番の口から主張はない、でなおかつ4番が芯ですって見えたような発言をする、はい、もう僕はもうないと思ってるんで、はい、なんだ考察もしない、お眠たいです、勝手に寝たらいいじゃないですか、さっさと寝たら、ゲームする前寝たらええやん、うん、入る前寝たらええやん、はい、7行きます、お疲れ7番、7番釣ろうぜ。まあローであってほしいけど、一番がそれやってんなら一番こそ考察を放棄してるけどと言っとくけどでしょうね。さあ俺を噛んでくれ、俺を噛んでくれ、俺一番人狼じゃないだろ、六だろ絶対、六番じゃねえの、これ一番人狼で言ってねえぞこれ多分。6か7やと思うな。7番さんほんまに1に見える？一応19じゃなくて51オカミ9狂人の世界線とかもあるっすけど、免許取れてないだけみたいな。わからん。
6番のプレイヤーは発言してください。はい、1番さんね、昨日6番が絶対狼だって言いながら7番投票してるんでしょ。で、5番は、おっと、手が滑ったから7番に投票したって言ってるでしょ。うん。これ投票結果は嘘つかないって俺思ってんのね。はい。1号が7。ね、5番は、おっと、手が滑ったって言ってたけど、うん、1番が、俺、6番絶対狼だけど、7番投票って言ったのはね、5番に言ってたんだよ。おい、5番。絶対7番を投票しろよっていうメッセージだったんだよ。うん。1番さん、俺が狼だと思うなら素直に6番投票すればいいんちゃいます？もしもし？ね、5番さんと9番さん占い師でしょ？で、5番さんは4番さんと9番さんどっち、の振り分け言ってないし、9番さんも4番さん5番さんに対しての振り分け言っていない。はい。で、4番さんは初日からドンピシャで1番に投票している。明らかに俺は4番信思ってます。はい、1番いきます。はい、1番いきますよ。僕は3番さんの発言がちょっと怪しいと思ったけど、俺はね、投票結果は嘘つかないと思ってるから、俺3番さん弾くよ。はい。間違えてたらごめんね。1番だわ。はい。まあ5番は俺に苦労打ってるから、ぷぷぷ、残念でした！ 7 番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。5はね、もう偽物って分かったと思う。ね、3番さん6番さんね、7白打っといてね、7にね手が滑ったからってそんな占い師ないでしょ。で、1番さんは何、私がずっと考察してないから、私は私なりにちゃんと考察してんだ1番。それで釣り上げよったってね、本当に1番はムカつく。マジで私はね、4番さん5番さんから白もらってね、6が最終的っていうか6に投票入れてるのは4と5から白をもらっている。その後に精査をしようと思ってるから6に投票入れた。そしたらね、延長できるね、1と9が私に投票入れね、偽の9番が狂人なんだか人狼なんか今になると分かんない。1号老老っていうのもあるかもしれないわ。ね。で、私に7を黒打ってきた偽の9なんだわ。それに合わせてきた1番は人狼なんだ、ラストウルフ。分かる？私は私なりに一生懸命ね、村として正当なゲームをしようとしてるから、発言、これで一生懸命やってんだわ。1投票してください。1投票を始めてください。まあしょうがないんじゃない、発言してないのは1番だから。まあこれ村でやってんなら1番が悪いんじゃない。やってる行動が全部つじつまが合ってないことがたくさん出てきてしまってっから。1番、あ、村だったら驚くな。だからこうなるだろっつってんのに、とんでもないやつがいたよね。ほんととんでもねえやつがいたよ。1番のプレイヤー、ほんととんでもねえよ。自分がランテージ上げた。自分があれだからって。その程度で9番がその程度ってお前だろうよ。3番の俺要素言ったぞ、3番の要素は。そもそも9番のシーン言ったぞ俺は2周目に。あなた考察しないし話も聞いてないんですよ。はい。9番おかしく見てんなら9番の相方を探してねえのかと俺言ったよ。それも黒、占い師の話聞いてねえんだろまず。それで一生懸命グレーズにしたからおかしいって。どういうことしてんの？教えてくれよ。え？どこ？こんなのがいるから勝てないよ。こんなのいたら勝てないよ。5番の新規の要素、5番は絶対偽ですよって。9番は黒打たれてから偽です。その主張わかるけど、4番と5番の内訳って、7番視点の中から発言ないし。こんなのがいたらどうやって勝てばいいのか教えてほしいよ。何言ってんの？負け惜しみですか？もう8番が悪いよ。ですね、本当。
1か3行けばよかっただろ。何が辛労路だよ。笑っちゃったよ。その1で2番と心を合わせて1か3に必ずって指定出して、占いは5番だけっていう制限かけて、4番、9番、4番には特に行かないようにっていう制限かけるのが大事な仕事だったんだよ。目を閉じてください。占い師だったらいけるでしょ。いけないの逆に聞きたいけど。一か三っていけるでしょ。俺三の要素上げだよ。だからもうレベル低いやつらとゲームすると無理なんだよ。三四四の本当の鉄則とは芯を釣らないことだって。芯を釣らないことだからグレズリーの対応してんだよ。時代遅れの人たちが多すぎるわ。もうダメなんだよ。騎士を守るっていう人の芯を見れないっていう騎士がもう話になんねんだよ。4番が騎士を守ると言ったらもう芯なんだよ。心がもう芯なんだよ。そういう変な騎士が増えすぎてんだよ。なんで騎士守るっていう言葉を言ってる人が偽占いになるのか教えてほしいんだよ、まず。騎士視点だけ。他の村視点はいいよ。なんで騎士視点が、なんで騎士視点が、なんで騎士の視点が、4番が偽になるのか教えてほしいんだよ。だからダメなんだよ。精査ができないんだよ。多くのプレイヤーは。6番。4番が圧倒の芯じゃなきゃダメなんだよ、騎士にとって。ゲーム終了。うん。人狼の勝ちです。